おー、いいね、いいね、いいね。何をやってるんだ。この辺は大丈夫かな。うん。猫ちゃんショップの収集のやつはここだよね。ちょうど今からサイドミッション行くところで、売ることができるかもしれません。楽しみだな。結構な金額になると思いますけどね。焼きそばか。ん？初めて電話鳴ってる。なんだこれ。あ、エドか。うん、エドだ。またボイスレコーダーだな。今の渋谷の状況を確認したい。あの奇妙な月を調べてくれないか。あのね、メインストーリーでね。わかった。了解だ。252。マジで。ものすごく一方通行。ここよく使うけどね、これ。いつものことだ。けど、あいつが重要だって調べてみるか。はい。サイドミッション。252。まずはロッカーにあるものを回収しよう。252だったね。場所？あ、これか。なんだこれ。なんだろうこれ。なんだろう。観測装置だ。観測装置。腕につけてみろ。お、アップルウォッチみたい。開けた場所に行こう。月がしっかり見える場所だ。おお、楽しみですね。え、またビルの屋上行くの？いやいや、結構都庁みたいなところに行かないといけないの。それよりもそこにこの犬ちゃんにはもう高いな。行ってみるか。おい、行きますか。ちょっと待ってね。ここで、はい、回収してよ、北斎とか。来たこれ。納品。17,000。幽霊ガダ。いいお金になったね。サイドミッション上なんだ。まあ、一応。こんな上にどうやっていくの？あ、こっからじゃダメなんだ。あっち、え、サイドミッションどっちだこれ。右の方だな。やっぱこれだな。どういう感じでいけばいいんだこれ。上を見ろ。はい。あれか。こうやっていくわけだな。オッケー。住み心地がいいのか。天狗だらけ。まあ高いところに集まっちゃうんだろうね、天狗。おにぎり。これでスイッチを押すんだ。なるほどな。よくできてやがる。あ？もう少し上に行きたいな。どっかないか。こう。お、いっぱいいるね。いっぺんに引っ張っちゃうよ。調子いいよ。もういないか。上まで来れたか。なんかいるな、まだ。いちゃん。めっちゃいるやん。マジか。おいよ。やった、はい、よいしょ。はい、いっぺんに引っ張ろうということだ。
なるほど。ここかな？さらに上か。何があるんだ？あれ？着いたよ。着いたよ。どうすればいい？月に照準を合わせれば観測が始まるはず。これか。天狗の観察用に似た装置を江戸に作る。はい。来た。何必要の用途？よし。これでいい。次行くぞ。え、まだ必要なのこれ？そっか、三分の。次どこなの？え、こっち？もうここに一回降りようかな、神社に。神社はあれでしょ？この高さって降りちゃうか。ねえ、ぶっ走してやるか。おい、無理するな、戻れ。いや、まだまだまだやるよ、私は。あいつらも全員やりたかったな。ちょっと私はあいつにチャレンジするわ。呼んでこい呼んでこい呼んでこい。もしあれ呼ばせない方がいいのかな。なんかレアなアイテム手に入るのかな。もしかすると、もしかすると、ちょっと無鉄砲すぎるか。こっちはいけないんだね。なるほどな。あいよー。どうなるかと思ったよ、一時期は。猫ちゃんな。おでんいただきまーす。買い物の待ち時間が一番辛いな。わあ、めちゃめちゃいいところだ。悪かったね。最近のラーメンはついていけねえよ。ラーメン屋？このラーメンは豚骨ラーメンジョロいいよね。で、ここはもう開放したから、女もいるか。うん。警備員来たか。警備員というかあれだな。ああ、傘マンもいるな。おいおい、いただこう。こう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 だ。なるほどな。丸キュー来ちゃったよ。
429来ちゃったね。あはあ、ここが429か。ここで写真撮っとこうか。ここら辺の風景はあんまり変わらんな。東京温度。おお、いいね、いいね、いいね。何をやってるんだ。はい。ここが429だよ、みんな。こんなことやってる場合じゃねえ。何やってんだ。ぶつかってしまった。早歩きするね。うん、引き抜いちゃおう。ほら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 。ん？まだ生きてたか。引き抜いちゃう。おい、牛丼なんだね、ここ特盛牛丼だね。入れちゃうんだなぁ。と考えてた。あ、矢がだいぶなくなってたんだ、これ。ありがてえ。麻痺札ちょっと買っとこうか、これ麻痺札は。まあ大丈夫。あ、キュウリだ。もうカッパーでも出てこなさそうだけどね。アギとかもいいな。一応買っとこう。もううまそう、おはぎ。うまそう。いするなよ。あ、すいません。わかってるよ。うまそうだったんで、ついおはぎを。ついおはぎを。だって美味しそうだったんだもん。まあ、拾えかもしんないけどね、確かに。確かに拾えるかもしんないんだけどもだよ。この上にも。マルキューの上にちょっと行ってみましょうか。なんだこれ。あ、団子こんなとこに。あ、一緒一緒、マルキュー。あー、ここ昔絵も描いたことあんだよね。あ、でも上にはこの通りは人がいなくなってすっきりしたぜ。不謹慎だな。本音が漏れただけだ。からじゃないん。バスから行けるかな。自販機から行ってみるか。自販機から行けるかもしんない。 OK、 やってみるもんだね。ただ、マルキューの上も、なんかあるぞ。どうにかして行ってみたいが、本編から外れちまうぞ、これはこれで。ああ、ここね、この魚屋上がっていくとね、あるよね。おかしい。あ、ちょっと待って、仏様。こんなとこいらっしゃいましたか。ナームー。これでよし。こんなとこも行けんだ。お地蔵さん。もう用はない。行くぞ。あー、スクランブル交差点ですね。おーおーおー、大名行列みたいなのが。すごいすごいすごい。気をつけろ。はい。百鬼夜行だ。はい。百鬼夜行。かっこいい。百鬼夜行だって。これが怪物たちの行列か。憧れたなー、これに。並んでみてーなーって子供の頃。
とんでもねえ化け物いっぱいいますね。あ、まだ私の今の腕前じゃ無理なんだろうな。あ、スタバのところだ、これ。あれ、マルキューのところですよね。この上なんかはいいんじゃないか。屋上に行こうぜ。ちょっとこの上で観測しましょう、月を。いやかな。オープニングでここちょうどね、来てましたからね。懐かしいね。もう、むしろ。ここがハチ公前ですよ。皆さん、有名な。有名なね。ほら。ここ、ここ。ハチ公前にハチ公がいるぞ。これ、絶対すごいよ、これ。ドッグフード絶対あげる。絶対いいことあるよ、これ。慌てずに食べな。うん。お、何も食べてなかったの。かわいいやつだ。何をくれるんだい。お、お金くれました。いや嬉しいね。ここが交番あるとこね。ん、ここね。で、渋谷駅の改札です。で、さらに、なんか、占い師のお店みたいな。ここもね、改札ですね。え、入れんの？駅構内に。おぉ？あ、猫ちゃん。私たち人間なんていなくても生きていけるわ。犬たちはどうかしら？かわいい。え、ここも入れんの？寒い時はここでよくぬくぬくしてたよ、私も。向こう側に通り抜けられんのよ、これ。昔はね、この左に東急東横線があってね、モアイ像がここにあったんで。いやー、懐かしいね。いや、まぁちょっとスクランブルの方を少し、見ていきましょう。いやー、まさかのね。いや、駅の中も行けるみたい。あ、さすがにここの地下は封じられてんだ。これね、繋がってていろんな線とね、合流できるんですよね。そのまま進むと蔦屋行けるの。上になんか、あ、タヌキ。これタヌキだろう。ほら、尻尾あるぞ。親分の居所分かるまで隠れてたけど、今だから空を見上げて宇宙人と交信しようと思ったの。赤い花のタヌキめちゃ可愛いんだけど赤い花のタヌキめちゃくちゃ可愛いな。ちょっと駅構内も少し散歩してみようか。ここは有名なハチ公前よ。姉妹みたいになってる。お、カブトムシ。妙なものがあるな。妙なものあった。カブトムシどういうことだ。ちょっと記念にどこか。ハチ公前これだから。ちょっと待ってよ。こうやって写真撮った方がいいのか。はい、これで、空手の方。いや、いいじゃない。来ちゃいました、とうとう。ここでね、サマージャンビオン、サジャンボね、サマービリオンズになってる。今回はもうビリオンズなんだ。え、44メートル先にあれなんだっけ。あ、メインミッションね。ちょっとここの渋谷の駅の中見てみてもいいかな。この中、あのね、山手線のとこに繋がってるはずなんだよね。見えんのかな。お、トイレ。ここまで再現されてるのすごくない。学校のトイレじゃないと花子さんには語りかけれないよね、多分。トイレまで再現されてるのすごい。
あ、改札だ。山手線行けないね。あ、行ける？あ、行ける行ける行ける。ほら、山手線。これですわ。だからなんだと。だからなんだと思うでしょうか。結構感動するなこれ。なんか手に入れた。歩きながら音楽、だいぶ古いやつだけどね。こういうのまであるんだ。さすがにこれ以上先はいけないみたい。うん。いやでも隠しアイテムあったんでよかったですね、来てみて。こうやってね、ぜひとも皆さん渋谷来た時はこの再現度の高さを体感してみてください。あ、なんだこれ、団子こんなとこにあった。 OK、 じゃあそうだな、この目の前のサブミッションの上、観測、ん？猫ちゃんいるぞ、これ。ああ、こんなとこいたのか。いきなりアンテナがこうやってびっくりした。まあそうだよね。タヌキちゃんだからね。で、ここにどうやっていくかなんだよね。このサイド抜けてみようか。物件だよ、ほら。見て。東京の高さ。1K で9万5000。1DK 12万。やばないっすか。ねえ、この巻き行きましょう。もうこんなところに、いや、いっぱい持てるようになったから本当ありがたいね。吸収していきましょう。おお、もう来てみるもんだね。ついでに猫ちゃんもここにいる。やばい、戻らなきゃ。気分が悪いんだ。これ以上いけないわ。ここに少しはなんだか寒気がする。へえ。そっか、これ以上先いけないんだね。あそこにクレーンみたいなのがあったけど。メインミッションこなしたいね。これメンズ館のとこか。なるほどな。で、ここが目的地よね。行きましょうよ。ではメインミッション行くぜ。この先だ。そい。地下鉄に行くぞ。どんなやつが待ち受けてるか、やってやるぜ。そんなわけで行きましょう。画面の前の、まあ、こんにちは、ベルクラでございます。ここを通った渋い跡をたどってみよう。向こうか。なるほど、とりあえずでもこれをいただこう。もっと救わなきゃ、もっともっと救わなきゃ。僕がいいことしなきゃ。あ、たまたまあった。あ、ここでスキルアップしろということなんでしょうね、おそらくね。やっぱでも炎をね、先に極めようかなと思ってますね。強いからね。今んとこね、スキルポイントが30ありますが、こんな感じになってますね。一応炎はこれね。範囲拡大で行きましょう。また強くなったな。かんなり強い、これはかんなり強いよ。おお、なるほど。幽霊集めまくったからな。こんなところにこっそりいやがって、びっくりさせるんじゃないよ。この先もなんかいろいろあるけど、一応目的地向こうなんだよね。辿ってみましょうか。
うん、内側に行ってどこで途切れたんだ、いなくなったの。この先のどっかで途切れてるぞ。ん？向こう側なのか、もしや。もう一回測ってみましょうか。多分下に降りたんじゃないかな。こうだよね。あー、右に行ってますね。こっち行ってる。また痕跡が消えた。このまま進むぞ。何かあるはずだ。何の能力を使ってんだ、あいつは。女子高生の無念な念が。男子高校生もしや。男子高校生だ。まさかの。はじめましての男子高校生。そういうパターンもあるんだ。男子高校生の裏取ってみよう。やってっかい？滅。飲み物と食い物めちゃくちゃ集まってきたな。ここに炎補充するやつがあるんでガンガン使っていきたいね。だしあいつもいるじゃん。南改札の方にいますね。そういうことだ。この先は、あ、地下街になってんだ。お、いいね、おしるこ。凝ってんな。こんなとこまで作り込まれてんの。お、いるな、これ。ただこっちもそうなんですけど、もう一個の方も行けましたね。もう一個の方気になるな。何があるのか。この下。あ、ここで繋がるんだ。単純に。私の元に人はいねえが、化け物はいるみたいだな。では。そんなところばっかりだな。使わせていただきましょう。学生諸君ら、範囲拡大。そういうことだ。いいね、やっぱこの強さ半端ないね。でこれで補給しましょう。風も使っていくよ。炎はやっぱ回数をこなせないからね、コスパがそんな良くないのよね。ゲーセンだ。懐かしいね、これ。ギガン地区ターボ学生事件、高速道路で起こった事件。そんなものがあったんだね。悲しき事件なのかな。ギガン事件。はい、行きましょう。すごいとこだね。渋谷にあるのかな、本当にこれ。さすがに見たことないぞ。お？妙なものがあるな。なんだこれ。招き猫だ。うちにも欲しいぞ。招き猫。お金もあるね。スナックゲット。いっぱいいんのかな。あ、気づかれた。風。そういうことだ。いや、赤いやつ来た。やった女、やった女。
あいつマジで攻撃範囲でかいからね。コア引き。コア引き。やっぱ炎が強えな。やっぱいい強さしてんな。そろそろ一辺倒なスキルでもダメな気がするぜ。隠密もガンガン使っていかねえとな。猫ちゃんいる。後ろ向いた時がお前の。あ、女子トイレにすいません。女子トイレ本当に申し訳ない。よし、トイレ本当に申し訳ない。ここにアイテムあるね。包丁だ。なんだろうこれ。猫さんの持ち物。なるほど。猫ちゃんの買い物しましょう。レアものばかりだよ。うん、じゃあ1個買っとこうか。これも結構溜まってきたんで6枚ぐらい増やしときます。6度まだ大丈夫かな。うん、0個のやつを買っときましょうか。3個ほど。おはぎ、こういうのがそんな別に落ちてるから いらないっちゃいらないけど、何に役立つか分かんないからね、こういうの。もうちょっと買っといてもいいかな。こんぐらい。45になった。めちゃくちゃパワーアップした。さっさと行くぞ。はい、あ、次のとこ行こう。おお、駅だね。ホームにも。え、この先電車は走らないってことだね。一応ここも調べていきましょう。はいはいはい。変な声が聞こえてやがる。さあ、線路降りちゃいけないけど降りて行ってみようか。何が待ち受けるんだろう。やばそうな雰囲気するぜ。の中を歩いたのは私もです。俺は仕事で何度かあるぜ。国の番犬ってやつか。そっちじゃないな、化け物退治の方だよ。違うんだこれ。なんだおにぎりと。なんだこれ。なんだ宝石。犬神のミイラ。こんなとこにミイラあった。いいの？なんだ？妙な現象が歓迎されてんだと思う。もう慣れてきたけどね、妙な現象に。歓迎がありがたいよ。妙な現象に慣れてきたよ。飲み物ゲット。あ、もうお茶もう限界みたい。インベントリーのお茶。どれだろう。もうそんなに溜まってたか。これだ。おそらく。これをじゃあ飲んじゃいましょう。うん、うめえな。おいしいね。ちょうど喉が渇いてたところだ。チャンネル登録。PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。さすがにここまで行ったことないぞ。ライブや動画アップ時に通知が行くようになるので見逃したくない方はオンにしてみてくださいね。あ、すごいすごいすごい。